おはようございます。おはようございます。これから会社行くんですけども、うん、今回このソーラーパネルの実際使ってみる実験してみます。はい。電車だけどすごいよ、父ちゃんスマホ 7% 超ピンチ。おう、さっかね、充電器を接続してくださいってうるさいんだよ。うん、 こいつだけやれるかどうかちょっとやってみようかと思います。はい。効果のほど分かりませんけど、こうやって走るのもありかもしれないですね。真っ昼間だったら効果あるかもしれない。はい、じゃあ仕事の間はここで窓際で充電してもらいましょう。さあ、というわけでどうでしょう。せーの、ドン。お、36%。はい、さすがにね、急速充電とまでいかないですけど、まあ上等でしょう。まあ上等でしょう。大体3時間で 30%、まあ、急速充電とはいかないですけどもね。だけど太陽だけでちゃんと充電できました。はい、というわけでですね、1日充電してね、その結果 68% でした。さすがに満充電はいきませんでした。でもあれですよね、あの窓際とはいえ、あのなんとなく曇りガラスっていうのかな、あの光がなんかもやっとしか伝わらない、光がストレートに当たらないガラスなのと、あとあのね、締め切っちゃってるんでね、どうしてもあの太陽ソーラーパネルが熱を持っちゃうっていう、ソーラーパネルにとっては非常にありがたくない環境でありながら、まあまあまあかなと。少なくとも充電はできてるし、あのちょろちょろ使ってもいたので、一応使用量よりは充電が完璧に勝ったということは、まさかね 6% でしたっけ、あれでしたからね。明日もやってみようと思います。続きますよ、まだ頑張ります。おはようございます。2日目になっちゃいました。うん、これね、1日で充電しきらなかったんだよ。うん、で現在これがね、バッテリーがね 57%。 はい、昨日 69% まで充電できて、うん、まあなんだかんだ使っててこれまで来たんだけども、これを今日満充電になるかどうか、はい、挑戦です。はい、またあの同じ会社でね、なんで今ないかって言ったら、うん、会社にソーラーパネル置いてきたから。なるほど、置きソーラーパネルだ。今日また会社で充電します。はい、はいはい、というわけで2日目いきます。さあ、今日こそフル充電いきましょう。頼みます太陽さん。惜しい。 82%。 さあ、デン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 、いきました。はい、というわけでですね、無事 100% いきました。あ、ちょっと 99% になっちゃったけど、おかげさまで 100% 満充電いきました。これ厳密に昼休み終わった時に1時になる手前で 98% まで行ってたので、まあ実質1日半、だから太陽が直接当たってたら丸1日でフル充電行くかもしれないです。ただまあ現実問題として、あの直射日光ずっと当たる場所に置くっていうのは結構難しいかもしれないので、でも窓際でも十分実用性に足りる、窓際でもきちんと充電できたっていうのは、これはとても嬉しいです。そしてありがたいです。はい、そういうわけで、はい、充電してきました。はい、サンキングでもソーラーパネルでスマートフォン、はい、まあ1日ちょいかかったんだけど、うん、多分晴天で直射日光だったらね、うん、もっとは取り切り早いはず、うん、でね、ちょっと懸念があったのが、さや、うん、がちゃんと満充電できるかどうかってこと、うん、意外とね、あの電圧が弱いとね、最後の 100% がなかなかいかないはずなんだよ。見かけ倒しとかじゃなくて、うん、本当に実用性に足ります。
はい。少なくとも、あの、6% からずっとスタートして、1日で 70% ぐらいいったから、うん、普通に使ってる分だったら、うん、ね、ちゃんとこう一回充電したら、もうずっと毎日これで、スマートフォンが使えるということで、うん、これは何かあった時の何よりの保険でございます。そうですね、すごいでしょ、うん、これ便利だよ。震災の時とかに、そう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 、一家に一つあったらこれは安心だぜ。いいもん、いいスマートフォン。父ちゃんだからね、子供の頃から太陽電池が大好きなのよ。そうなんだろう。どん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 性能アップしてきてとても嬉しいです。マジっすか。だけども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。